ノルゲ級解剖戦艦は、ハーラルホールファグレ級に引き続き、ノルウェー海軍が第一次世界大戦前に、竣工させた、解剖戦艦。二隻が建造され、二隻とも第二次世界大戦で、ドイツ軍によって第一次、なるべく海戦で撃沈された。本級の武装、装甲配置を示した図。全長に比べて、船体の幅が狭いという、海防戦艦特有の船体は、 平ら板型で、艦首には当時の主流である昇格がつく。主砲は20.8センチメートル砲を箱型の単装砲塔にまとめ、一番主砲塔司令塔を組み込んだ、操打環境、円柱状の指脚の上には見張り台の2段のフロア。全球から1本増えた二本煙突を挟み込むように、両弦にボートダビッド ミズムは前章と同じく主脚に2段の見張り台がつき、後ろ向きに2番手法等がある。手法は前球から受け継いだ 20.8cm 単装法を採用した。副法は破壊力を重視して口径を上げ 15cm 法を採用した。これを両弦に3機ずつ計6機装備した。その他に耐水雷艇用に2ポンド 7.6cm 炭素砲を最上艦板下部に片弦4門の計8門、3ポンド4.7センチメートル炭素砲4機を装備した。水雷装備として45センチメートル炭素水中魚雷発射艦2機を装備した。大やけ身において24時間自然通風構想状態で出力 4500hp、速力16.5ノットを発揮した。1899年寄港。 1900年3月、浸水。1901年、浸航。1940年4月9日に、ドイツ海軍により撃沈。1900年6月14日、浸水。1940年4月9日に、ドイツ海軍により撃沈。ありがとうございます。